で、この相互作用、まずはちょっとこの相互作用エネルギーベクトルっていうものをちょっと解析してみたんですけど、そもそもこの相互作用エネルギーベクトルから相互作用の類似度を抽出できるかっていうのが、つまり活性アリ化合物に近くて、なし化合物から遠い化合物を高得点にするスコア関数みたいなものが作り得るのかっていうのを考えたときに、本当にできるのかっていうのをちょっと、調べてみたんですけど、これ PCA 解析をですね、プリンシパルコンポーネントアナリシス解析を、この相互作用エネルギーベクトルについてかけてみたものなんですけど、これ一つ一つが、化合物とタンパク質との、まあ、インタラクションですね、のまとまったものになるんですけど、こういうふうにして、実は正しくない相互作用のパターンを多く含むクラスターっていうのがあることが分かりました。ですので、うまくこいつらを排除できる方法ができると、フィット率が上げられるということが分かります。ですので、我々が提案するシーブスコアっていう方法は、タンパク質の各アミノ酸残基と化合物間の相互作用、エネルギーの値を直接ベクトルとして用いて解析するんですけれども、特徴量としては、化合物と各アミノ酸残基間の相互作用エネルギーですね、ファンデルワールズ、静電相互作用、水素結合の3つに、まあ、分解して、いったものになります。で、学習手法はランダムフォレストです。で、この方法のフローなんですけど、まずドッキングを行います。で、それからタンパク質の各残基と化合物の相互作用エネルギーを抽出して、活性基質の化合物で、ランダムフォレストの予測モデルを作成し、新しい化合物が来たときに、このシーブスコアを用いて、リランキングを行っていくというようなものになります。で、これ DUD を用いて、ダイバーステッドですね、を用いて検証を行ったんですけれども、黄色のものが従来のグライドですね。5V クロスバリデーションをやっているので、こちらに5本の今回のシーブスコアの、ROC 曲線が描かれています。で、まあ、率直に言ってしまえば、機械学習を入れているので、グライドより良くなることはすごく期待されます。が、例えばこの AKT1 とかでは、まあ、非常に良くなっている。グライドの AUC が、SP モードの AUC が 0.638 だったのに、シーブスコアの AUC の平均が 0.89 になっているという点で、すごく良くなっているということが言えます。DUD は102タンパク質で、ね、102標的あるんですけれども、このうちの大体90ぐらいで、ほぼ勝つことができていて、残りのものも大体同じぐらいですね。負けているものはないぐらいの、状況になっています。で、我々が、まあ、そういう創薬の共同研究とかをしていくときに、他のグループと比べて、何が違うんだろうっていうことを、問い続けているんですけど、まあ、どういうふうな強みを出していったらいいかっていうことを問い続けているんですけど、そういうときに、こういう手法の限界とかについて、ちゃんとプレゼンテーションしていくことが、やはり、我々としての、まあ、誠意というか、正しいプレゼンテーションなのかなと思っていて、大体こういう話をさせていただいているんですけれども、機械学習を入れれば何でも良くなりますみたいな感じの AUC を使ったプレゼンテーションっていうのは、そこまではよくあるんですけど、やはり我々としてはどれぐらいの数の活性基地の化合物情報があればいいのかっていうことをお話しすることはとても、実際に使ってみようというときには大事だと思っていて、例えば、実際にこう、創薬上重要であると思える、AUC、EF1% ですね。こういうインディキメントファクター 1% を見たときには、まあ、現実的には50ぐらいあれば、様々なこのエラーバーとかある中でも、ほぼ、グライドに勝てるようになってくるなと。100以上あると、もう完全に、十分に、安定した精度が出せるなっていうようなことが言えるなっていうふうに解析をしているんですけど、まあ、こういうことを言うことが、すごく、まあ、我々としては、
大事かなと思っています。でまとめると、ここでは102タンパク質中 97%、 97タンパク質で精度の向上に、まあ、成功していますと。 AUC の平均値は、まあ、優位に向上しているということが言えます。で AKT1 とかあの HIV のプロテアーズとかでグライドでうまく予測できないタンパク質についても精度が向上しています。しかし一方で、あの CYP3A4 ではグライドやシーブスコアともに精度が出ないと。これはまあ結合するリガンドの種類も多いし、おそらくドッキングのパターンも複数あったりするんじゃないかなというふうにも考えられるので、予測が難しいというふうに考えています。で、この方法のメリットなんですけど、特徴量の寄与率を示すことができます。そうすると、あのランダムフォレストの強みが一番発揮できるところであると思うんですけど、あのこれはあの AKT1 タンパク質についての表示例なんですけど、あの最も寄与率が大きい相互作用は129番目の残機とのファンデルワース相互作用であるとかですね、最も寄与が大きい特徴が 1.3% であることから、多くの残機が少しずつ全体の予測に寄与しているとかですね、まあ、そういうようなあの説明ができるところがこの方法のいいところかなと思っています。でこれは JCIM の表紙になったのと日経新聞などにも取り上げていただいたんですが、先ほど CYP3A4 ダメだったなっていうようなあの思いがあったんですけど、あのビジュアルインスペクションを先ほどあの、ランダムフォレストでなんとか実現できないかっていうようなところで直接的に相互作用を扱う手法を開発したんですけど、ここでは、例えば目視でコンクリートの修繕を行うことに対して CNN が用いられているとか、本当かなと思うんですけど、コードのバグについてあの CNN を用いて、これ画像化してですね、コードを画像化して CNN で、バグがないかをチェックするっていうようなものを見て、多分目で見てわかるものはディープラーニングの使えられるんだから、我々もドッキングスタディで、得られる、構造を、画像化して CNN に入れて学習できないかというふうに思ったんですね。つまりディープラーニングを用いてビジュアルインスペクションを画像、自動化することを目指しました。で、これはドッキングを画像化して CNN を用いて学習する方法なんですけど、まあ、メディシナルキミストの属人的なカウント経験を大規模のデータからのディープラーニングで代替することができたらすごく面白いんじゃないかというふうに思ったんですね。で、様々な学習方法があるんですけど、まあ、ここでは、一番良かった方法だけお示ししたいと思うんですけど、タンパク質と、まあ、リランドのドッキングの構造を、まあ、360度周囲から画像化する。まあ、49枚だったり、81枚だったりっていうような風に、周囲から撮ったりしてるんですけど、ポイントは、まあ、リランドの中心、タンパク質の中心からの距離とかですね、ズームとかそういうことは一切考えなくていいっていうところがすごく良いと思っています。で、ディープラーニングなので、どこか何が良かったかっていうのを評価することは一般的に難しいかなっていうふうにも思うんですけど、まあ、グラッドキャンも入れることによって、例えばこれ、犬を識別しているところにグラッドキャンも適用したものなんですけど、犬だというふうに、まあ、赤く出るみたいな感じなんですけど、これを入れることで、画像のどの部分が活性に影響したのかを評価することができるような仕組みは一応入れてあります。で、一番良かったものだけ持ってきてるんですけど、これでは81枚のものが、まあ、すごく、81枚のものがすごく良かったんですけど、グライドに対して圧倒的に、それぞれのダイバースデータセットのものに対していい結果を得ることができています。で、ここでは、先ほどの CYP3A4 は、グライドでもシーブスコアでもダメだったんですけど、この、ビジネットと呼ばれる我々の開発した方法では、こういうものでも、ちゃんとした一定の精度を出すことができているという点が、実は我々自身にとっても新鮮な驚きでした。多分ディープラーニングが非常に賢いので、まあ、こういうように誤っている時でもこういう活性を持つはずだみたいなことを勝手にやってくれてるのかなとかですね、
思ったりしています。で、やはり我々、手法の限界っていうのを確かめずにはいられない人たちなので、大体どれぐらいの、発生の基地情報があれば、精度が出せるのかっていうことを調べたんですけど、これは徐々にですね、データセットの割合を減らしていって、精度の変化を調べたものなんですけど、大体、活性化合物が80個ぐらいあれば、活性有無の評価っていうのは十分できるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、ここまでは先ほどのヒット化合物の探索だったんですけど、最後に、生成モデルを用いた化合物の最適化っていうのもやっているので、ちょっとそこだけ触れていきたいなと思っています。で、我々は、リード最適化についての研究っていうのを、比較的最近長くやってきたんですけど、実験などで得られたヒット化合物からより薬らしいですね、リード化合物を探索する過程っていうのは、創薬においてはすごく重要なんですけど、この研究は任意の化合物を出発点として、化合物を生成するモデルの、開発を目的としているものになります。で、IT 側から、創薬研究されている方にとっては非常に、よく知られているものですけど、我々は化合物をスマイルズという方法で表現しています。で、有力化合物に対して誘導体を生成していくのは、MCTS と RNA を用いています。MCTS と RNA によって生成された部分構造と出発点の化合物の一部を置き換えることによって誘導体を、生成するということで、派生する箇所を指定することも一応今は可能になっています。で、RNA による効率的なノード展開として、例えば、MCTS の次のノード予測に RNA を用いているんですけど、このアンドが入力として入ると、C を予測し、情報を次のユニットに伝えて、前のユニットからの情報を受けつつ、入力 C に対して出力 C を出して、こちらの方にまた情報を送って、入力 C に対してこちらの括弧を出すということを、文字列の終端まで繰り返していくっていうような方法になります。で、この方法は、例の化合物の生成の例なんですけど、実は、どんな評価関数を入れることも、計算で求めることができるものなら、すぐ入るんですけれども、ここでは QED というのを使いました。で、QED は薬らしさというのを表す値で、0、1の間で、1に近いほど薬らしいということを表しています。で、QED が、低い化合物っていうのを出発点にして、QED が高い化合物を生成しているということが、こちらの方でお分かりになると思います。で、今回は QED を入れてるんですけど、他の、評価指標を入れることや、複数の評価指標を入れていくということも可能になっています。で、最後、ちょっと、お笑い。っていうか、最後、ちょっとできれば笑いを取りたいなと思ったんですけど、我々、ミックスドリアリティというか、オーグメンテッドリアリティを使って、インシリコの創薬環境っていうのを作りたいなっていうふうに思っているんですけど、これ、今のホロレンズ2が、ちょうど手元にあったので、今、かぶってみますけど、こういうものですね。はい。こういうヘッドマウントディスプレイは、バーチャルリアリティだと画面を全部塞い、あの目の前を塞いでしてしまうんですけど、ホロレンとかのものですと、目の前が抜けているので、ちょっと人と話をしたいときに、こうやって人と話をしたり、こういう、ホロレンズ2からですね、フリップアップっていう機能が入ったので、こうやって、画面を見た、あの、パソコンの画面を見たいなっていう時と、ホロエンドの画面見たいなっていう時は、こうやってすぐ使い分けができるんですけど、今までは、大体皆さん、
こういうことやりたいときっていうのは、パイモルとか J モルとか、まあ、そういうような、タンパク質の可視化のプログラムを使ってこられたと思うんですけど、まあ、本来タンパク質って3次元なんですけど、これをまあ2次元に、写像してみているわけですね。なので、まあ、できれば3次元のものを3次元のまま見たいなっていうふうに僕は思っています。で、モルキュラーリフトっていうバーチャルリアリティを用いた手法ってあるんですけど、これはバーチャルリアリティだとどうしても、ヘッドマウントディスプレイで画面をこう、こうなんだろう、目の前全部覆われてしまっているので、まあ、非常にですね、他の人とのコミュニケーションっていうのが、まあ、難しいっていうような問題や、まあ、そのシステムを持ち出したりするのも非常にまあ難しい。ただこれ少しずつ、やっぱり、解決されてきていて、シーグラフとか行くと、まあ、背中にになんか全部背負ったような VR システムとかで、異世界での剣の戦いみたいなものをですね、見せてくれたりとか、最近は、YouTube とかによく出てきてますけど、会議システムですね、バーチャルリアリティの会議システム上に、タンパク質とかを描画するっていうようなものも出てきているので、一概に、複数人での利用が困難かって言われると、そういうところは解決されつつあるような感じがしています。で、バーチャルリアリティと、オーギュメンテッドリアリティと、ミクストリアリティっていう言葉なんですけど、バーチャルリアリティ皆さんご存知の通り、仮想現実で、現実は見えないので分離してるんですけど、その分、現実に関係なくって自由に、仮想世界を描くことができるので、なんだろう、ドラゴンと戦ったりとか、なんとかみたいなことが、すごく、臨場感を持って体験することができます。で、AR は現実の物体にこう制御されて重ね合わせる形でオブジェクトが表示される。まあ、主に簡単に言えばポケモン GO みたいな感じですよね。それに対して、まあ僕はこれ AR の一つだと思うんですけど、マイクロソフトが提唱しているミクストリアリティっていうものでは、まあ、3次元の現実の空間に対してアンカーを打って、そのアンカーの周りに対してオブジェクトを発生させるので、現実にこう発生させた、タンパク質とか、ここでは心臓の像が出てますけど、その周りをこう回ったりとかですね、下から見るとかですね、大体僕が作ったシステムを、なんだろうな、タンパク質をやってる先生とか、人に、見てもらうと、なぜかみんなこう下からタンパク質を覗き込んでみるんですね。別にそんなことしなくても、まあ、こうやって回すことできるんですけど、回さなくて、本当は回せば見えるはずなのになぜかみんなタンパク質を下から覗き込んでみるっていうことをしたりするのがすごく僕は印象的だったんですね。ただまあ、そういう3次元のものを3次元のままでそのまま見るっていうのはすごく新しい示唆を与えることができるんじゃないかなと思っていてすごく好きです。で、会議のシステムとしては、なんか、こう、すでにやられちゃったなって思ってるんですけど、ホロポーテーションっていう、こう、なんかこう、レーダー鏡が現れるのかなぐらいの、こう、システムで、こう、ホロレンズ被ってる人だけにヒューンと見えるようなシステムがあって、キネクトかなんかで、向こう側でスキャンされたものが、自分のホロレンズ上に、自分の今いる現実の空間に現れるみたいな。システムとかはすでにできていて、これは JAL におけるエンジニアシステム、エンジニア教育とかで使われているシステムなんですけど、JAL ってすごく飛行機いっぱいあるから、エンジンもいっぱい見れるのかなって、実はそうじゃないらしくって、JAL でもエンジンの全体像を見たりする機会っていうのはほとんどないので、こういうホロレンズを使って、エンジンの全体像を見て、またリアルなサイトとかを見せるとか、自由にそういうのができるので、そういうところで実際の教育として使われているそうです。で、これ、よく不動産とか、買われる方とかだと、まあ、よく新聞広告に現地なんとか図、予想図みたいな、パースのから起こしたような立体図見ることがあると思うんですけど、ホロレンズ被ると、現実的にこう、なんだろう、今ある道路や走っている車の奥に、実際の建物とかを表示することができたりするので、すごく面白いシステムだと思います。で、
ここだけムービーが動かないのはすごく残念で、あれ、なぜか動かない。すいません。ここら辺のものって僕全部 YouTube に上げてあるので、もしよかったら、YouTube とかで見ていただけるとすごく、嬉しいです。すいません。最後、パシッとこう、かっこいい動画が出てきて終われるとすごい良かったんですけど、あ、そうか、ちょっと。ライザーポインター解除してみたらどうですか？お！できました。これは、本来は、タンパク質自分で回すことができるんですけど、やっぱり、こう、楽しいので、タンパク質の周りを、こう、歩いてみたりしてる図ですね。これは、FKBB と FK506 の、まあ、モデルなんですけど、こうやって、こう、すごく、そうですね、本当はこういう風にして動かすことができるので、まあ、こうやればいいんですけど、なぜかみんなタンパク質を自分で動いて見る人が多いです。はい。っていうようなシステムとかもやっているので、我々はこう、なんだろうな、シミュレーションや機械学習やこういうオーギメンテッドリアリティみたいなものを使った、創薬研究をやっているんですけど、もし我々の研究とかに、まあ、皆さん興味がありましたらですね、ぜひ別の機会にでもですね、お話しいただければというふうに思います。ちょうどこれで大体時間になったと思います。すいません。どうも今日はお話聞いていただいてありがとうございました。